私は呆れましたそんな馬鹿な国ってあります頭おかしいのかお前って岸田首相襲撃事件が起こったその日にこういうツイートしましたこういうご質問来てますね和歌山で起こった岸田首相襲撃について質問です一番安倍元首相が襲撃されてその模倣としか思えない事件が起こりました 今回の事件が起こってしまったことに関して安倍元首相襲撃の犯人を悲劇の主人公に仕立てるマスコミ報道が一因になっているような気がするのですがご意見をお聞かせくださいと。まずここまでなんですけどねこれあのもちろん厳密な因果関係はね本人の供述とかあるいはさまざまな分析 などが必要だとは思いますけどただですね以前にも述べたかもしれませんが安倍元首相が銃撃されてお亡くなりになったでこの件についてですねマスコミ報道はひどかったですねもう私は呆れました何が呆れたかというと当時報道された犯人の動機はですね統一教会はけしからんと自分が被害者だとで、統一教会を本来だったら 襲撃して板手を与えたいんだが安倍さんが悪くないことは知っているけれどもその事実を世の中に知らしめるために安倍さんを殺害したんだと、うん、まともとはとても思えないようなこれ狂ってんじゃないかこいつはとだからこそ精神鑑定も行われたんですがね統一教会がけしからんからこの政治家を殺す論理の飛躍も何もとんでもないとても説明できないような動機を述べていたものに対してですよその犯人を 大喜びさせるようにマスコミはずっと統一協会批判の報道を繰り広げましたね私は統一協会を擁護しようなんて気は一ミリもありませんけどもしかしあのマスコミ報道はひどすぎるテロリストに報酬を毎日毎日上げ続けるそんなバカな国ってありますマスコミって本当に頭悪いなとお金さえ儲かれば何でもいいんだなと誇りマスコミ人としての教授はゼロなんだなとこの時も思いました この憎むべき犯罪確かに選挙演説中に元総理を襲撃することは悪いことだしかしながらでこっちが大きすぎるんですよねここはもうアリバイ的に言うだけであとこっちをばっかり報道するでしょその結果犯人はね自分が悪いことしたことは百も承知なんですよ。 でもその結果として統治協会が叩いてほしいそれしか考えてないだとすればですよそれに報酬を与えれば第2第3のテロリストが出てくるでしょう一生懸命自分を代弁してアホな左翼活動家はこれを英雄視し,したりなんかしてねバカですね本当にこれをバカとして言わずして何を誰を一体バカと言ったらいいんだっていう話です今回の襲撃犯の動機は私は知りませんけどしかし少なくともあ,あ テロっぽいやったらものすごい一部で、まあ、一部と思ったかどうか知らないけど英雄視されるることもあるんだなで自分の動機を一生懸命掘り下げて「お前よくやった」というふうに言ってくれることもあるんだなじゃあ一つやってみようかな」少なくともみんなからですよ「あいつはとんでもないやつだ」と「もうマイナスの評価しか与えられないの」と比べてこれは一丁やってみようかなと思って全然不思議がない。 テロ行為を助長するマスコミの報道、私は岸田首相襲撃事件が起こったその日にこういうツイートをしました。テロリストを英雄視する左翼活動家、テロリストに報酬と達成感を与える報道を繰り返したテレビの責任は重大ですというツイートをしました。これはまさにそういう意味ですね。達成感 というのは本当にねテロやってよかったなと一生懸命思わせましたよねマスコミは報道の仕方は工夫次第によってはあるいはその報道の量とかねやり方次第ではいくらでもやり方はあったましてこれねマスコミってのは本当許せないのが本当にこの山上容疑者が気の毒だと思うなら私は全然思わないですけどねこれは前にもこの番組で言いましたけど小さい子供だったらご飯も食べられないというふうになるほどに親がね 土地狂って統一教会に全財産寄付ししちゃいました。それによってご飯も食べれないような状況になったらそれはかわいそうですよ子供はねでもこの山上容疑者は統一協会から5,000万が返金された後ですねしかも大人になっていやいやうちの親は本当にとぼけた親である宗教団体に全財産に近いものを寄付しちゃったんだよとそれでちょっと辛い思いもしたよとでも飯が食えないことはなかった。で、その後5000万返してきたと。 やっぱ相手も悪いことを認めて返してきたんだよねと,というだけの話じゃないですかはい。大人になったら自分の人生を努力して作り上げるのは本人の責任なんですよ何をいつまでもその自分の人生がダメになったのは統一教会のせいだ頭おかしいのかお前って私は思いますその境遇で生まれたその親のもで生まれたね人生は変えられないんですから親がいくら財産を持ってたとしてもそれを 宗教団体に寄付しようが何とか福祉団体に寄付しようが国に寄付しようがそれは親の自由ですからねそんなの自分の不幸とは何の関係もないんですよご飯さえ食べられたのであればあとは自分の力で生きていくんですよ何の努力もしないでいつまでもその親が寄付した宗教団体をただ恨んでいるなんてこんなアホなやつはおらんのですただマスコミが本当にこの山上容疑者がかわいそうだと思うならばこれですねここんなことすするぐららいですから統一教会の 問題性っててのはは発信してきたはずですで山上容疑者に限らず例えば被害者弁護団もあったし被害者もいっぱいいたんでしょうからその人たちからいくらその働きかけを受けてもほとんど報道,しなかった報道しようとしなかったマスコミがですよそ,れその結果として統一協会が同じようなことを続けてあるのとすればそれはマスコミの責任じゃないか何やってんだそこを考えろって話です。ピントが外れてるんだよ本当にそんんそなこともわからんのか と正直思います。幸い岸田首相は命もあったし怪我もほとんどされなかったでしょうからそれは本当に幸いだったです。チャンネル登録高評価していただけると励みになります。はい